あんちゃん、こんな調子でこれから先どうやって外を歩くつもりだよ。旅には体力と胆力、それから危機意識が必要でござる。体力と胆力が身についたら危機意識を高めるといいでござろう。皆さんのお言葉しかと胸に刻みます。でも今度こそ本当にお別れです。気づきましたか？空は晴れ、海面は穏やかで美しい姿を見せています。このような日を迎えるために私たちは長いこと待ち続けてきたのです。皆さんは私のようなうっかり者が役者になれるのかと疑問に思ったことでしょう。でも信じてください、これは決して偶然手にしたわけではありません。夜ガラスは常に仕事を探しています。仕事、すなわち運命です。私たちは自分が果たすべき役割を見つけるため生まれてきました。あなたたちはまだご存じないかもしれませんが、聖国の栄章とは実は予言書なんです。予言書？あれってお前たちの聖典じゃないのか？ええ、そうです。数百年前、雄野浄土が不吉な気配に覆われた時、私たちの主は国を治めることに興味を失ったかのように何も行動を起こしませんでした。その後のことです。ある日、大書記官オズが姿を現しました。彼は聖典と心震わす予言をもたらしたのです。その予言は本に書いてあった通り、雄野浄土の真の幸せが何なのかを示すものでした。だから私たちはいずれ暗雲が消え去ると確信し、今もその日が訪れるのを心から待っているのです。救世主、皇女殿下よ。彼女はきっとここがどんなに幸せな場所だったかを思い出してくれます。彼女のためにも私たちは予言の通りに劇を捧げるつもりです。だから私は立ち上がり、勇士を演じることにしました。幾多の苦難を乗り越え、剣の山と火の海を渡り、彼女に私の真心を捧げるために。あなたは皇女殿下？ああ、さっきお前を助けるときなぜか後ろに隠れてたけど。我が臣下よ。汝の意志は蛇竜の手足を立つに足る強さである。今我は汝の祝福を受けよう。大変光栄に思います。汝はよくやった。騎士の美徳も備えている。さあ行け。準備をして劇の開幕を待つがよい。皇女殿下へと捧げる敬虔な心を私は誇りに思います。雄野浄土全土を覆う暗雲は皇女殿下率いる従者の私たちが必ずや晴らしましょう。ありがとうございます、殿下。それに英雄たちも。それでは私はこれで失礼します。ああ、そうだ、もし必要でしたらこの先の扉の合言葉は英野の序曲です。覚えておいてください。おいら、わけがわからなくなってきた。何の芝居をやってたんだ？この場にいる者は誰一人として私の資源を理解できないのかしら。愚昧ね。お嬢様は皆様がバカであるとおっしゃっています。それは訳さなくてもわかります。それから誰がおバカなのかもよくわかりました。ふむ、皇女殿下が前に言っていた用事とはこのことでござるな。なら急ごうぜ、行こう。え、待てって、一体どうなってるんだ？
行こう。いざ。行こう。いざ。エイヤの序曲。ふんだ、早く閉じよう。また変なところに飛ばされなきゃいいけど。図書館？私たちどうして図書館にいるのでしょう。ふん、ふん、苦心し探した我が宿敵よ。無意で軟弱な公女とはあなたのことかしら。バカバカしい。私に勝てると思っているの？先ほどあなたからにじみ出た恐怖と気の迷い、私には、はっきりと見えていたわよ。フィッシュルがもう一人いるぞ。あれって、お前の影か？影？ええ。確かに、そういう関係ね。負けを認めに来たのかしら？エミちゃん？あなた。そこの夜ガラスは、オズよね。よろしい。私も長いこと待っていたの。オズという大書記官が聖国の栄章を雄野浄土に持ち込んだと聞いたわ。おそらくあなたのことよね。恐縮です、お嬢様。なんであいつのことをお嬢様って呼ぶんだよ。ご覧の通り、あの方もお嬢様です。お嬢様である以上、私のご主人様でもあります。違いますか？筋は通っておるな。幽夜浄土とは、一度入れば二度と戻れない場所。ここに来たということは、私の支配を受け霊属するということよ。オズに至っては、私を不快にさせる予言書を持ち込み、愚かな神家たちにその茶番を信じさせた。とはいえ、オズであることに変わりはない。私のそばに来なさい。フィッシュルは、オズと組まないと。お嬢様からそのように認めていただき、恐悦至極です。それでは、お言葉通り、そちらへ。オズ、どこへ行くの？向こうへ行っちゃいましたよ、フィッシュル。あなたが飼っていたカラスですよね。今は私を非難してる場合じゃないでしょ。オズ、何を惑わされているの？彼女の言葉を信じないで。幽夜浄土は自由と演劇の聖地でしょ。大間違いよ。幽夜浄土はそんな遊園地のような場所ではないわ。いい？ここは現実を直視できない人のための墓場なの。あなたはここに埋葬される。そして、私は共に作り上げた想像上のオズと一緒に、永遠に王城で暮らすの。墓場？あなたが一番知っているはずよ。なぜ幽夜浄土に雨が降っているのか。なぜこの楽土には本物の歌声がないのかを。あなたよ、全部あなたのせい。おかしいわね。つまりあなたのせいでしょ、エミちゃん。これほど壮大で虚構に満ちた王国を想像しておいて、結局は耐えられないのね。自分が想像したものに動揺して、いくら逃げようとも、自分を変えられないなんて。あなたがここに溶け込めないから、
私が降臨してその代わりを務めるの。雄野浄土はもはや私のもの。あなたに指図する権利なんてないわ。私はエミちゃん、あなたは軟弱な愚か者。この世界を支配するのにふさわしくないわ。出て行きなさい。おい、いい加減にしろ。見事に自分に罵倒されているようですね。あなた、ずっとこの件で悩んでいたのでしょう。モナ、何ですか、その顔は。私。まさか負けを認めるわけじゃないですよね。認めたくないけど、彼女の言う通りかもしれない。いや、考えを整理するでござる。皇女殿下、なぜここへ来たのか覚えておるか。カズハ、拙者は稲妻の剣客で、お主の安全を守るために。そしてここにいる皆は、お主の呼びかけに応じてやってきたものでござる。自分の墓場を持つっていうのも、なかなかクールな響きだな。でも残念ながら、雄野浄土は墓場なんかじゃない。シーン、へえ、友達ができたようね。でも、それで私に勝てるの？私は、あなたにとっての恐怖と闇であり、長年逃れられなかった悪夢。私を前に、あなたは何もできない。はぁ、違う。まだ、まだ負けてない。私こそ、真の勝者よ。絶対にあなたを、後悔させてあげる。焦らず、一歩ずつ着実に進もう。心を落ち着かせることで、勝利につながるでござる。元気出せ。他の人に負けんな。自分自身に負けんな。あんたは全然弱っちくねえぞ。行こう。心配無用。風の赴くままに。おや、また占いの力が働いたようです。結果は私の知っているフィッシュルの大勝利ですね。ありえない、あの悪夢のような図書館から抜け出せるなんて。下がりなさい。今もまだ私が負けると思ってるのかしら。あなた、あなたは私のことを見下し、弱く小さいと思い込んだ。確かにそのような日々を過ごしていたこともある。だって私は現実を直視できない。毎日夢ばかり見ている臆病な人間だったから。けど今わかった。この元凶を目にした瞬間、あらゆるものを理解したわ。そこにある息を呑むような現像を見たかしら。壮大で美しい、それこそが私の想像力であり、力の根源でもある。
あなたは傲慢に見えるわ。だって暗いものはいつだってそうだから。でもそれは間違っていた。あなたは完全な公女じゃない。私の影に潜む独りよがりの塵のような存在。あなたこそ負け犬で足を引っ張っている張本人よ。軟弱ゆえにトゲだらけで、臆病ゆえに自暴自棄でごまかそうとしている。そんなあなたこそ私より弱い。さあ返してちょうだい。な、何を。私のものをよ。夕夜浄土、王城、民、それと私の最も大切な仲間、オズボ。ああ、お嬢様がこれほど流暢に立派なお言葉を話されるとは。真の公女へと成長されたのですね。よくもそんなことが言えるわね、この裏切り者。いえ、お嬢様、私がもう一人のお嬢様についたのは、皆様にあることを証明するためです。ご存知の通り、私オズは断罪の公女フィッシュルに付き従います。お二人ともフィッシュル様なのであれば、どちらに就こうと問題はないはずです。しかし私がもう一人のお嬢様についても、お嬢様は自身の身分を見失いませんでした。なるほど、賢い立ち回りでござるな。私の身分。フィッシュルというのは何を意味していると思いますか。ん？これはお嬢様への質問です。フィッシュルは人生の落伍者であり、恐れを抱く臆病者よ。空想の先にある嘘にまみれた不完全な自分に向き合えない人。いいえ、違います。フィッシュルは私。おお、理解がお早いですね。え、それだけ。その方が正しいのです、お嬢様。フィッシュルは断罪の公女ですが、いつもそうであるとは限りません。時に勇敢で誇り高く、時に臆病で弱いところもあります。フィッシュルはまさにあなた自身です。高貴でありながら平凡であり、腕利きの冒険者なのに友達はあまりいない、不思議な王国の公女殿下。フィッシュルとは臆病であって強き者。他人のたわごとを恐れながらも他人に畏敬されることを強く望んでいるお方。そして何よりフィッシュルは常に心の中で自制をし、何度も自分に負けてきました。ですがその度に立ち上がり、自らの歩みを止めてこなかった人です。フィッシュルの名にふさわしい人物はお嬢様を除いて他にいません。この名は複雑でありながら単純な記号であり、夢と自由の素晴らしさを指しています。追従する者がいようといまいと、エミちゃんこそがフィッシュルなのです。フィッシュル、すなわち無意識に資源を心の中に書く賢き者。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬように。夕夜浄土を作って私たちに居場所を与えてくれたこと、また潜在意識に従って聖国の栄章を書き残し、いずれ光が訪れることを信じさせてくれたこと、感謝いたします。さあ殿下、暗闇を受け入れ元の姿に戻りましょう。
どうやら影が元の場所、つまりフィッシュルの心に戻ったみたいですね。来たか、皆の者。おお、この感じ。我が神家たちよ、聞こえたかしら、私の呼びかけが。うむ、聞こえたでござるよ。まったく、元気になった途端すぐ騒がしくなるんですから。オズの言う通り、今日は私が真の心を取り戻し、夕夜浄土へと再び君臨する偉大なる時。今をもって宣告する、夕夜浄土へようこそ。めでたしめでたし。ある嵐の夜、少女は図書館の中で進むべき未来の道を見つけた。少女は自身に言う。自らの夢の国を作ろう。石を拾って城と町を作る。山と海を開くのだ。そして同じ夢を持つ全ての魂にこう伝えた。全ての非現実的なものに誇りを持て。我らはこの世界よりも上にある。なぜなら、完璧に輝く我らが国は、小さくも